めちゃくちゃ食べ物もめちゃくちゃ美味しいじゃないですか。何食べても美味しいし、魚も美味しい、鶏も美味しい、お肉も美味しいし、あと美味しいものがいっぱいありすぎて本当太らないようにしなきゃいけないんですけど、なんか私は博多が大好きなんですよ。だからこの2ヶ月と5日公演して、その一番最後が博多っていうのは私はものすごく嬉しいんですよ。なので博多に行くことをものすごく楽しみにしてますし、博多を目標に頑張りたいなと思ってます。私自身宝塚に在団している期間が20年弱だったので、ずっと男役というものを突き詰めてまいりました。ですので今こう女性をじゃあやってって突然女性やって、私女性ですけど突然やってって言われてもいやってなるようにやっぱりなっちゃうんですよね。なんですけどこれリノという役と私というのがとても近いなというものがとても自分の中でもあるんですね。リノという役が私なのか、それとも私がリノなのかっていうぐらいのところまで突き詰めていきたいなと思っております。ビリー役を演じさせていただきます小野拓郎です。何かと不安な世の中ではありますけれども、何も考えずにたくさん笑って元気をもらえる作品だと思います。見に来てくださった皆様の明日の活力につながるように、僕自身も舞台上で目いっぱい弾けたいと思います。イブリン送り今日を演じます広瀬祐介です。本日はありがとうございます。素敵な作品をお客様に届けられるように、このカンパニーの一員として精一杯頑張りたいと思います。よろしくお願いします。この作品は、古典ミュージカルとも言われている本当ミュージカルの原点という作品に今出演させていただくことがすごくとても嬉しく思っております。皆様に楽しんでいただける作品を目指しますので、どうぞよろしくお願いいたします。子どもの頃に一番最初に憧れた世界がブロードウェイの世界だったので、このブロードウェイらしさがもうたくさん詰まったこのエニシングゴーズに出演できると聞いてとっても嬉しいです。コケティッシュに演じられたらいいなと思っています。松屋くんとかね、尾上右近ちゃんとか、最近は歌舞伎界からのこのミュージカル界に進出っていうのが目立ってきますけれども、ホイットリーの体型とかそういうちょっと金持ち的なのに僕が来たんじゃないかなとは思ってるんですけれども、僕はとても嬉しいですね。この作品は私初演も再演も全部見せていただいていて、でとても楽曲が魅力的で素敵な作品なので、メンバーの中に加われてとても幸せです。よろしくお願いいたします。ミュージカル俳優の陣内孝則です。ありがとうございます。ライバルは井上芳雄君と山崎育三郎君です。できれば早いうちにご婦人方にキャーキャー言われるミュージカルスターになりたいと思ってます。宝塚のトップを張った人って独特の花がありますからね。僕デュエットがあるんですけど、あんまり音符通り歌わないんですよね。倉田さんはちゃんと歌ってらっしゃるんで、ちょっとずれたりなんかするとなんか心の中で舌打ちしてるような感じみたいな、なんかね、本当はしてるでしょ。してないです。Thank you.
きでも不倫でも甘いのままやればいいのよ楽しげないそれ好きなだけ